の一生の宝物になると思うんで家に飾らせてもらいます。本当にありがとうございます。いや震えましたよ。いやもう本物だ、本物書いてもらったって。漫画は読まれてます。もちろんもちろん、その世代ですし、まあ、実際にこうやってこれを最初見たときに、まあ、こうやって書いてもらえる人なんて本当にいないじゃないですか。いや本当にこれは何光栄だなって思いましたね。初めてこれご覧になられたのは国立で試合があるちょっと前ですね。それでわあ、これ本当に書いてもらったのか最初信じられなかったんですけど、なんか誰か代理の人が書いてたのかなみたいな。けどやっぱ後々確認してそうだって言うんで、あ、こんな機会はないなと思って嬉しかったです。高橋先生、受け取らせていただきました。ありがとうございます。もう僕の一生の宝物になると思うんで家に飾らせてもらいます。本当にありがとうございます。